んにちは。私たちは今鹿児島県に来ています。ここは指宿スカイラインっていうねドライブロードなんですけれども、奥に見えてますかね、桜島が見えてます。はい、今回僕たちは桜島をねちょっと観光して回りたいなと思っていて、桜島が見えるねこの展望台にやってきたわけです。桜島を見る展望台はいくつかあるみたいなんでね、そこあちこち行ってみて、で実際に桜島にも渡ってみて、そんな回になるかなと思ってますんで、ね、天気も最高ね、おはぎということで行ってきまーす。よいしょ。行ってきまーす。ここはチラン展望台と呼ばれる指宿スカイラインのところにある、ね、展望台です。奥に桜島が真正面って感じのね展望台、ちょっと目の前にこの道路がねちょっとねあんまりだけど桜島がドーンと見えていい展望台ですね。ねえおはぎ、頭の上にこうもくもくしてるのあれ噴煙なのかな、それともただの雲かな、ちょっとわかんないですけど、はーい、チラン展望台でした。また別角度から錦江台展望公園だかっていう、ここも指宿スカイライン上にある公園の展望台、また少しね桜島に近づいたなっていう見た目になってきました。徐々に桜島が近づいてきます。スカイパレットっつうんですね。でもここね、こういう写真撮るとなんか桜島ちょっと隠れとるやんけって話だな。なんかアングル良くないね、これ場所が良くない。川辺展望台というところにやってきました。さっきよりもさらに桜島が近づいてきて、だんだん大きな雄大な姿っていう印象に変わってきましたね。次はすす原展望台というところ、またさらに桜島が近い。おはぎさんよく喋る。すす原展望台から桜島、よりなんかこう街な感じが出てきましたね。なんか都会だなっていうか、工業地帯だなというか、漁港だなというか、わかんないけど、ちょっと人里感が増してきたなという印象ですね。ねえおはぎ。次は鈴山展望台、ちょっといまいちだね。街を見るって展望台かな。でなんか後ろにちょっとした階段ステージがあって、ここから見なさいってことね。はい、こういうことね。城山公園展望台というところにやってきました。鹿児島の大都会の街並みが一望できる先には、あ、見たかったのこっちだな、桜島。いやー、象徴的にも程があるね。でちょうど今フェリーが、桜島からのフェリーがねこっちに来てるのか向かってってるのかわかんないけど、来てるんだな。はい、ちょっとあれ乗りたいとは思ってますが、ちょっと街の景色には興味はないけれども、鹿児島湾ね、よく見ると大隅半島薩摩半島両方見えてる。城山公園は高さ107メートルというところから桜島を見ることができる公園なんだね。桜島のこのフェリーはすごいですね。24時間運行だって。すごい、15分20分おきに行ったり来たり24時間やるんだ。すごいね、桜島。フェリー乗りました。さあ桜島に渡るぞ。あと数分後には出港します。
桜島に向かってね、桜島が目の前にドーンと現れるはず。徐々に桜島が近づいてきましたね。いや、ほんと天気いいよね。噴煙もそんなにないから全景が見える。そんなこんなで桜島に上陸でーす。島に渡ってまいりましたよ。1個目の展望場所はカラス島展望所というところで、あのあれだね、きっとね。でね、ここね、猫天国なんだよね。来た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 、こんにちは、こんにちは。はい、カラス島展望スポットちょっといまいちだな。木いらないな。この木なかったら見えんのにね。で、今ちょっと灰がすごいね。噴煙がもっくもくや。もしかしたらこっちなんだな、この展望スポットの本来のありようは。鹿児島の街が見えていますね。向こうからね、フェリーで渡ってきましたけど、霧島錦江湾国立公園っていうところがあって、まあ、海沿いにね、あるよくある公園なんですけど、対岸に鹿児島の街が見える公園、フェリーターミナルすぐ横ですね。桜島はね、猫島なんだよね。ほら、いた。こんにちは。高いとこにいるね。かわいい声なくな。もうね、桜島至るところに猫いるんでね。あの、展望台という展望台に猫が、ここにもいた。猫島です。こんにちは。全然逃げないね。で、展望台の東屋みたいのがあって、こっから見る景色が、鹿児島の街並みなわけです。西日がすごいけど。ここね、足湯になっててね、足湯に浸かりながら海岸線を見るっていうね。で、この海岸多分溶岩海岸系ですよね。で、振り向くと、桜島がドーン。素晴らしい景色ですね。こんにちは。子猫やな、あんたらな。こんにちは。そう、いっぱいあっちこっち猫おるんや。展望台とかに。耳カットされてるから、地域猫やな。桜島で多分一番有名な展望所となるでしょう。湯の平わかんないけど、はい、展望所、一番桜島に近づいて見れる展望台なんじゃないかなと思うんですが、展望台ね、こっちの建物の上からの方が高いところで見れるんだよね。はい、登ってきました。北岳と南岳っていうのがあって、今南岳はもう噴煙にまみれて見えないですね。尖ってるのは北岳になるんだね。で、一周してみますか。こっち側は、鹿児島の町並み。あれ、もしかしたらリアク島かもしれない。で、これが鹿児島湾で、向こうが薩摩半島、こっちが大須隅半島というか桜島なんだけど、であっちにね、薩摩富士と呼ばれる開門岳も見えています。ちょっと薄いけどね、すごいじゃない。で、一周して戻ってくるとまた北岳が見えると。
ということで、だんだん煙ってきちゃって、だんだん視界不良になってきましたが、湯の平展望所でした。有村溶岩展望所です。売店があったり、なんか立派なレストハウスがあったり、まさに溶岩って感じしますけどね。はい。こっから歩いていくと、何かが見える。僕もここ来るの初めて。何回か桜島来てんだけど、ここ来たことなかったんだよな。すごいな、これ。溶岩。溶岩。すごい。なんか地獄風景ですね。で、あそこ、桜島がちょろっとだけ見えてる。で、階段があって、やってきました。溶岩展望所。桜島。ドーン。いいね。西日とともに。ここが、なんか初めて来たけど、すごい、いろいろ、なんか広く展望しやすい。空間が作られていて、いいですね。うん。で、また象徴的な、ごっつごつの溶岩。おで、歩いていくと向こうにもなんか、あずま屋があるね。で、こっちあれシェルターやな、きっと。噴火した時に、守ってもらうようなシェルターにもなんか溶岩が。あれは張ったんかな。あ、シェルターじゃない。トンネルだ。何箇所か、あずま屋が建ってて展望できるんですね。ここも一箇所、もう一箇所見えてたからな。海、西日からの、はい。何山なんだろうね、あれ。ちゃんと知らないけど、桜島の山。開門岳が見えて、こっちに広がる街、樽水の街ですね。なかなかいろんなものが見える園地だな。お散歩しがいありますね。桜島、ドーン。すっかりね、薄暗くなっちゃいましたが、今私は、鹿児島市から反対側ですね。樽水という街にやってきました。樽水という町は桜島挟んで鹿児島、桜島、樽水みたいな順番で、まあ、桜島の東側の町で、大隅半島になるのかな？はい、っていうですね、ところに来まして、今日はここで一泊かなと思ってるんですが、桜島観光でした。いろんな角度からね、桜島見ましたね。ついに反対側に回ってきちゃったっていう状況です。楽しく観光することができました。おはぎさん。やってみてー。はーい、ありがとう。